ここは財団が管理する SCP 収容所。 SCP とは自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象を意味する。とにかくこの施設にはやべえ存在とみなされた生物などが秘密裏に保護されている。そして俺はここの D クラス職員で、もともと死刑囚だった男だ。ここでの仕事内容は非常に危ないことだらけ。いつ死ぬかわからない。ということでですね、次の SCP なんですけど、はい、次の SCP はユークリッドの SCP で、ユークリッド SCP-151 でございます。 SCP-151 は 1m×1.3m サイズの明らかに集中を描いた油絵です。絵を見た被験者はこの人やばすぎるでしょ。なんでそんな気持ち入ってないの。SCP-151 は 1m×1.3m サイズの明らかに水中を描いた油絵です。絵を見た被験者は初めは効果を発揮しません。しかし24時間かけて徐々に被験者の呼吸は困難になり、ついに被験者は死亡します。検視解剖により被験者の肺が海水で満たされていることが明らかになりました。医学的貫入によって溺死プロセスを停止しようとすると被験者の生命を延長できると証明されています。しかしこの状況を止めることはできませんでした。そして被験者は回復する間もなく死亡してしまいます。というね、危ない絵らしいんですよ。ちょっと早いぞお前。まあよく言ってるもんね、なんか動画で油油って。とりあえず見たら肺の中が海水でいっぱいになってしまう SCP らしい。ああ、一回見たらしないか。今回ね、実は美術館が間違えてこの絵を運んでしまったらしくて、それで、まあ、死者が出てしまったということで、その SCP-151 を今から回収しに行くと。とかお前マスクして。え？あー、除菌除菌。いや、気味悪いな。チーズ、俺らで探索しろってやばくないこれ。ピエンコートパオン。パオンとピエンのポヨンポヨン。絶対危ないよ。だってこの先にあるか。あ、え、誰？え？え、誰？ピンコです。チンコ？ピピえちえん？え、ピンコピンコ。TINKO。こうだな。ピピピエピエピエ。Yes。とりあえず何？なん、え、どうしたの？なんかあった？ピンコさん？え、なんかこうちゃん？呼ばれたんで。呼ばれた？マジで？え、誰に呼ばれたん？え、なんかあの職員の人に。あ、そうなん、やったね。やるね、みかん。指先生大丈夫か？大丈夫。そうなん、聞こえてないし。さっきのシズみたいにならんから、俺。ちょっとトランシーバーから、あれ。みかんさんってすごいかっこいいよな、あの顔。かっこいいよね、なんかあの。まあ、とりあえず、おめえもね、一緒に探してもらっから。俺たちついてこい。俺たちついてこいよ。あったら回収させよ、シズ。そうだね。いやー、でもいい絵ばっかだなぁ。すげえな、マジで。え、これすごい。俺たちの絵だなぁ。なんかシズイケメンすぎ？いや、やっぱ俺ってイケメンだから。なんか、いや。みかん職員がいんぞ。いや、こんなか、いや、なんか美化しすぎやない？普通に。まあ、そうだよなぁ。みかん職員もうちょっと無視。え、なんかさ、白よ、白。なんかあの部屋怪しくない？絶対。これ？え、怪しいよね。いやー、ちょっと。その前にいろいろ見ようぜ。何？ちょ、仕事。とりあえずこの部屋が怪しいね。え？あ、これ何これ？おい、それも行くかお前。これこの絵じゃないの？キャンプされて。あ、この絵か。もしかして。あ、気のせいかなもしかして。いいな話によるとなんかあの油絵で水中を描いた絵らしい。水中。あ、水中ではないな。ない油絵だけど。し何も効果ないってことはそうなんじゃない？え、ピンコさんどう思います？いや、ちょっと全然関係ないと思いますね。俺見てくるわ、一応。いった！どうした？いった！なんか、え？いった！え、じゃお前かい？お前かい待って、とりあえずさ、人は死んでるから、ここの部屋に間違いないと思う。
人が死んでるのか。ちょマジックミラー。どうぞ。行った。おお。あこれか。ちょっと行った。あそうやマイクラやね。思い出した。これね。これね。この絵が SCP-151 で見ると肺に海水が満たされるらしい。回収できる？よっしゃ俺に任せろ。ほら。あれ。おピンク回収できた。え何あれ。え。これがもしかして SCP-151 や。あ、これ今の飾ったったら、あ、やべえ、見つった。あ、別のとこあるんで、もう行きますね。あ、はい。お疲れ様です。あ、お疲れっす。ナイス。あれ、チン、あれ、ピン、あ、ピン、あれ、ピンコだっけ、チンコだっけ。チンコ、ちょっと遅いな。お疲れ様、遅れました。なんだお前、遅かったな。どうした？ちょっと一服してたら遅れました。一服してた？ワホなんか？とは、最近、なんか、変な猫みたいなのが見えるようになっちゃったんですよね。変な猫？どんなやつ？目カットしとる白い変な猫。え、幻覚かなんかかな。わかんない。一旦医療室行こうかな。あ、はい。さあお前ここで寝てろな。治るまでな。さあ俺行くから。殺す、殺す、殺す、殺す。え、なんかなんか聞こえたな。気のせいか。あ、なんだこの猫。猫なのか。猫です。猫です。あ、なんか気持ち悪かったな。まあ、とりあえず飯でも食うか。こいつまたいるのか。あ、今日は変なやつばっか見てちょっと疲れてんだろうな。早めに寝るか。一体どこまでいるんだよ。そんなんであいつ。うわあ。猫です。猫はいます。猫でした。ありがとうございました。こうしてまた一人ミーム汚染を起こしてしまいましたね。あの SCP の名はSCP-040JP という SCP です。ミーム汚染に関わってしまった被験者は、常に猫が暗闇にいるように感じ、見張られているような錯覚を覚えてしまいます。また、被験者は、猫がいることを周りに伝えようとし、これを理解した場合、ミーム汚染を起こしてしまいます。もしかすると、この SCP は、あなたの周りにも現れるかもしれませんね。I'll take you.